開発し収縮を開始する。うん、だからこうなってこうなってって最後超新星爆発って感じですね。マジちょっと広くねえか、宇宙に旅立つまですっげえ時間かかる。あれ、え、ちょっと待って、あれ、えってことこれ、あれ、え、ちょっと待って、今さここ入ってきた時にさ真ん中のさとこにあったよね水晶、ほら ある。え、な、え、で、どういうことこれ、な、何、え、どういうこと、え、ちょっと、どういうことですかこれ、何、え、意味が分からん、え、意味が分からん、なんだこれ。どういうことなんだこれ、視線外してこれ次多分真ん中来る、ほら視線外してやったら多分これ左来るよ、あれ来ない、どういうこと、意味が分かんない、なんだこれ。この小空洞の中を動き回ってる不思議な石は意識的な観測に反応するように思える。分別のあるものは何らかの視覚的錯覚が生じているものと理解しているが、ガブロはこの石は観測されていない限り可能なあらゆる状態で存在すると主張している。それが何を意味するにしても、実際に何が起こっているにしろこれは極めて気味が悪いという点では双方の意見が一致している。気味が悪いね、いやー、なんだ、何この石、気持ち悪い、ほら、もうないの、やばくない、おお、おお、なんだ、なんだこの石、また移動してんでしょ、うわー気持ち悪い、なんだこれ、なんなんだこれ。さあ行きましょう。あ、なんだ、記憶が吸われる。って、あ、なんだ、なんだったんだ今の。